でーん、アミキシです。ということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回は、真面目な感じで、600人記念企画のリプにアドバイス企画第3弾ということでね。で、今日は、この、翔英さんって方、まず一人目ね、翔英さんって方が、最多が7617。で、大会バッジも2個持ってて、ガラチャリも持ってるって、めちゃくちゃ上手い方なんですよね。うん。俺がアドバイスすることあるんかなっていう感じなんですけども、まあ、一応ね、来てくれたってことで。で、もう一人の方がミラクルさん。もうミラクルさんはみんな知ってんじゃないかな。バルーンめちゃくちゃうまいですね。最多が7670で、シーズンベストが295位。グラチャでかける10で、20勝もしてるってことで、めちゃくちゃね、うまいんですよ、本当に。そう、今回の二人はね、マジで、俺アドバイスすることないなって感じなんですけども、まあ、来てくれたのでね、やっていきます。まず、翔也さんから。で、ジャイ、相手は、サンスペジャイですね。サンスペジャイの、エレキかマスケがライドラインになってんのかな多分。で、まあ、そうですね。これは、勝ちたいですね。まあ、エレキとマスケ、マスケだったらちょっとめんどくさいかなって感じなんですけど、エレキとかね、ライドラとかメガゴって突破しやすいんで、うん、そう。勝っていきたいかなって感じですね。で、ここは後ろから、いいですね。これで、タレ出して、で、相手が、プリンス来たかな？そうそうそう。これで逆サイディガー。これめちゃくちゃいいですよね。ここを、マスケ後ろから出してね、守りから入っちゃうと、ジャイつけられて、ファイブ打たれて、ってめちゃくちゃきつくなるんで、こうやってね、逆サイに振るのがいいですね。で、このマスケもうまい。これ右に出しちゃうとね、ファイブを巻き込まれちゃうんで。で、ここっすね、ここね、バルーン行くのめっちゃいいんですよ。でも、これもっとね、距離離してよかったですね。マスケの前に出すのめっちゃいいんですけど、こうもっと距離、マスケとバルーンの距離離して出せば、どっちかにファイブが当たんなくてね。どっちかにそう、ファイブが当たんなくて、もう一枚ユニット咲かせられるんですよね。そう。なので、こっちの、ペースになるんで、そしたら、おすすめですね。もっと前に出すのが。そう。こういう相手はマスケの前にバルーンつけるだけでめちゃくちゃきついんで、ファイブあるとはいえ、まあ距離離せばね、めちゃくちゃきついんで。で、ここ回して回して、いや、これ相手が上手いですよね。ファイブを打って、ちゃんとバルーンから処理。で、ここっすね。ここね、雪玉打ってよかった。樽まで行くなら、雪玉打たないと、こっち結構がっつり目で攻めてるんで、あそこね、樽まで行って一発バルーン入れて、あとディガー削りとか、そういう感じにした方がよかったかなって感じですね。で、ここも、雪玉で、あ、惜しいっすね。これ、ボムターンの爆破が当たるように雪玉打っとけば、ライドラもね、こんな入んないんで、で、ここ5打たれて、で、プリンス後ろ行っちゃって、メガゴ出されてって感じですね。そう、あそこね、雪玉打っていいっすね。がっつり行くなら、雪玉まで打って、ちゃんとバルーン一発入れないと、守られてね、もったいないだけなんで、そう、そんぐらいかな。あそこぐらいっすね。まあ、あそこ、ちゃんと雪玉打ってれば、で、ここライドラ来たから逆サイ行くけど、メガゴと多分ファイボかなこれは。うんですね。そう、あそこですね。あそこね。あんな行くなら、雪の無って、ちゃんとバルーンも決めて、そう、ちゃんとバルーンも決めて、こっちもね、一本ほぼ折れてるような状態にしないと、きついっすね。これでファイボで GG。ああ、そうかな。あそこっすね。まあ、そう、あそこで多分、雪玉打っとけば、バルーンが一発か、まあ、ワンチャン二発。まあ、一発入って、爆破も入るんで、そしたらもう本当に、ディガーで削れるんで、で、防衛は、ま、一個捨てても、捨てるっていうか守れなくても、2-1で勝てる可能性もあるんでね。そうですね。あそこ、樽まで行ったら、がっつり、雪玉も打ってね、攻めるのがいいかなって感じですね。はい、では次、翔英さんの2戦目。
メガナイトバルーンですね、相手。うん。で、この相手は、ハンターとコウモリなんですよね、体育が。そうで、コウモリとハンターなんで、まあ、雪玉をうまく使うのと、あとはマスケですね。相手がきついのがマスケなんで、マスケの延命しまくって、その前にバルーン作っちゃえば、相手ハンターとかコウモリとかね、出しづらいんですよ。で、一番いい理想としては、相手がメガナイトで形、こんな感じで組んできて、組んできた時に一回守るじゃないですか。で、守って、マスケで守って、そう。そのマスケの前にアイゴレバルーンすると、相手めっちゃきついんですよね。まあ多分これはデッキ知らなかったからバルーンびっくりしてね。まあしょうがないですね、この一発は。そう、この相手はね、マスケがほんと処理できないんで、マスケの前にアイゴレバルーン出してディガーとかですね。まあ2倍入ったらですね。うん、2倍入ったらそれすれば、で、ディガーでハンターとか潰せばね、もう、相手何もできないんで、まあ、メガナイト踏まれるときはね、アイゴレは出さない方がいいかな。マスアイゴレとマスケ同時にね、処理されて美味しくいかれちゃうんで、まあ、メガナイトが手札にあるなってときは、そう、メガ、で、ここのね、ハンター読みめっちゃいいんですけど、この雪玉うまいけど、ハンターが一発撃っちゃうって。いや、惜しいですね。めちゃくちゃうまい、今の。そう、雪玉はね、構えといた方がいいですね、本当に。なんて言うんだろうな。もう慣れなんですけど、これは。コウモリ相手とか、ハンター、まあ、コウモリ相手か、の時とかはね、ザップと違って、速攻性ないんで、雪玉。構えとかないと、すぐ反応できないんでね。で、そう、ここでね、こんな感じで、カウンターの形作られちゃうと、めっちゃきついんですよね。うん。そう、メガナイトいるときに、あそこでハンター読みとか、どうなんだろうな、あんましない方がいいのかなって感じですね。で、ここもハンターがめちゃくちゃ入っちゃってね。いや、こいつ削るんすよね。これが。これがめちゃくちゃ削るんすよ。痛すぎる。そうですね、メガナイト相手はね、まあ、受けから入ってもいいかなって思いますね。そう、受けから入って、相手手札詰まるんで、メガナイト多分出してくるんですよ。そう、なので、そこを狙うって感じで、この雪玉めっちゃうまい。これあれですね、ノーダメで。そうそう、こんな感じでメガナイト切るんですよね。これ逆サイ今はもうチャンスっていうか行くしかないんで、ここで、で、このね、相手のトリトンがうめえんだよな。で、ここ、ディガー防衛で使っちゃって、いやー、GG だな、これは。いやー、なんて言うんだろうな。まあ、雪玉構えとくのと、あとは、こういう相手、ってか、メガナイト相手はね、タイミング見て、タイミング狙ってワンパンで持っていく感じがいいかなって思いますね、僕は。そう、メガナイトコガツとかも、バルーン、俺、1、2回しか出さないしね。本当に受けから入って、隙を見て、狙うって感じ。まあ、これちょっと違うけど、このデッキはちょっと違うんですけど、まあまあまあ、受けから入っても全然いいと思いますね。マスケが相手処理できないんで、で、形ちゃんと作れたら、あ、違う。マスケから形作って、まあ、一発で折り行くとか、そんな感じで狙うのがいいかなって感じ。かな、うん。ですかね。はい。で、次、ミラクルさん。ミラクルさんね、そう、勝ちリップ2本と負けリップ2本くれたんですよね。で、どうしようかなっていう。選んでいいですよって言われたんですけど。まあ、で、これ、遅延テスラにね、デリバリー型で勝っててめっちゃすごいんですけど、そう、立ち回り上手かったんですけど、相手がめちゃくちゃセミクロス立ててくる人だったから、そう、攻めクロスはね、割と美味しいと思いますね。わかんない。デリバリー型だからちょっとよくわかんないんですけど。そう、攻めクロスはね、結構美味しめな気がしますね。いや、防衛クロスでずっとロケット削りっていうのが一番きついんで。そう。なので、まず、この勝ちリプのこっち。こっち見ます。ゴレ。で、そう、このね、プレイも上手いんすよ。ミラクルさん。マジで。
言うことはないんですよね、本当に。防衛がね、綺麗なんですよね、めちゃくちゃ。で、ベビドラにはマスキー合わせる。で、ここね、うまいんですよ。いや、ここは、まあ、アイゴレ出して、延命して、ここ、ゴレ来るじゃないですか。で、ここで、逆サイドにね、バルーン出して、ディガー行かないんですよね。これがね、うまいんですよ。ここ、バルーンディガーやっちゃうと、ディガー分許容されてね、トルネでバルーンだけ緊急起動して、ディガー分許容されて、今、あと結構取れてるじゃないですか。取れてるかわかんないけど、トントンぐらいなんですよ、多分。で、あそこでディガー行っちゃうと、アド取られて、相手がユニット出してくるのに対して、こっちね、対応できないんですよね。で、ここのキング起動よ。これマジでうめえ。これやばいんだよな。普通ね、できないっすよね、こんな。試合中にこういう、なんか発想ってか、すごいっすよね。考えながら、やるのはめちゃくちゃ難しいですよね。で、ちゃんと緊急起動して、この樽は、まあ、緊急起動してるんで許容。で、ここで多分これ、ゴレと被せてますね。うん。ゴレと被せて、バルンディが。いや、うまいんだよな。で、このキングじゃねえ、そう、なんて言うんだろうな。このタイミングでのバルンディガは、うまいっすね。うん。さっきのところでディガ行かないのは、まあ、ゴレが来てて、アロ取られるかなって感じだったんですけど、ここでね、相手ゴレに対して、まあ、なんて言うんだろうな。そう、あそこはまあ、バルーン単体で飛ばしたとしても、トルネだけで守られちゃうんでね。そう。で、ここもしっかりタゲ取って、ああ、これも GG ですね、相手も。いや、うまいんですよね、マジで。防衛が綺麗なのと、攻めのタイミングっていうか、がうまいですね、本当に。で、ここラストチャンスですね、相手からしたら。ミラクルさん的にはここ守ったら勝ちかなっていう。で、まあ、ここも多分時間見て、あれですね、防衛、攻めないで防衛だけにしましたね。で、そう、ここね、あれですね、今、ボムタワーを置いたのは、2周目を回すためですね。2周目のマスケと、2周目のボムタワーを回すために、多分、先に置いて、細かいので、端前でちょくちょく、体力削っといて、相手の。で、2周目回すって感じですね。もう、これはね、立ち回りめちゃくちゃうまい。うますぎるんで、これみんな参考にしてください。マジでうまい。で、次が、この三銃士ね、これ三銃士は、なんだろうな。まあ、ヒースピが結局きついんで、わかんない。ので、まあ、こっちにしますか。枯渇。そう、これね、この枯渇は、まあ、ファイを、なんて言うんだろうな。これは、相手がインフェなんですよね。インフェはね、ディガーの出す位置ですね。バルーンディガーするときの、ディガーの出す位置で結構変わりますね。で、ここ手札、終わってたんで、ディガーと。で、ギラムーツかな。まあ、デリバリーなんで僕とちょっとね、違うんですけど。まあ。で、ここは、アイゴレ出して、デリ落として、ゴブも出すかな。あ、ここあれですね。デリじゃなくて、アイゴレ出して、後ろのディガーに対してゴブリン当てて、そのままそのゴブリンでギャング処理みたいな感じでよかったかなって。思いますね。まあ。言うて守れてるんでね。で、ここマスケ読みの相手がうまいですね。いや、これ読んでないのかな？わかんないけど。まあ、これ結構やられましたね。でもこのボムタワーがいいですね。こうやってプリン処理できて。で、そう、だいたいね、この、うまい相手って、こっちが、プリンセスに対応できるカードがないってことを知ってて、端前プリンしてくるんですよね。で、ここはミラクルさんそれを読んでて、アイゴレ。いや、これうまい、マジで。そう、だからボムタワーとかマスケ切った後に、絶対、プリンセス来るんですよ。なので、そう、ディガーこの位置ですね。インフェ相手には、この位置にディガー出すのが、いいです。おすすめ。
で、ここ多分ファイボって思ってなかったんで、今ファイボなかったらワンチャン入ってたんじゃないかなって感じですね。で、ここは、まあこれはデリかな？あ、ボムタワーか。まあボムタワー置いてもね、いいですね。8枚プリンも警戒できるんで、これで。まあデリはバレルに取っとくって感じか。え、そう、あそこのね、プリンセス読みのあれもね、うまいっすね。こっちの手札がなんか詰まってて、プリンセスに対応できるカードないって時に、相手絶対来るんでね。で、これうまい。そう、バルーンね。いや、これもうまい。コウモリ読み。これ相手、ずらしてんのかな？わかんないけど。でもうまいっすね。一発入って。そう、相手のプリンセスに対しては、バルーンディガーで処理するのがおすすめ。で、ここもね、このディガーの位置うまいんすよ。で、ユキラマ。いやー、打たない。いや、俺だったらね、打ってますね、ここ。ヤリゴブと、インフェに、ユキラマ打ってますね。ここしっかりデリバリー落とすと。まあ、コウモリ来たとしても、なんか、インフェさえ突破できれば爆が入るんでね。で、まあ、ここは、あ、そう、なんて言うんだろうな。ここはね、僕打たないんですよね。なんて言うんだろう。なんか さっきは、雪玉打てば突破できそうだったじゃないですか。インフェが。そう。で、今は、インフェが全然、ダメ、傷ついてなくて、バルーン入っても壊せなかったんで、雪玉は打たないですね、僕だったら。そう、なんか、インフェが壊せそうな時に雪玉打って、で、ここっすね、このディガーの竹取り。そう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 、こういう時は、壊せないんでね、雪ラム打っても。インフェに。なので、ディガー削りで雪ラム打つのはめっちゃ良かったですね。なんて言うんだろう、難しいけど。で、相手ここコウモリ割いて、これね、めちゃくちゃやってるんですよね。うん、そう、ここでね、このね、ディガーの位置ですね、ここディガーね、コウモリ切った後だったんで、インフェ読みでもいいし、このさっき、めっちゃいいって言った角、右角、なんていうの、前角か。前角に出すのが、良かったかなって感じですね。そしたら、相手コウモリなくてインフェだけでね、もうバルーン止まんないんで。そう、これもね、あ、これうまいけど、これでマスケ出して壊しに行くけど、ファイボで防衛されるって感じですね。いや、でもこれもうね、攻めるしかないんでね。で、ここも、そう、このゴブ追加は、インフェ、なんて言うんだろう、インフェの、あれ、当てるためですね。ただ相手がまあ上手かったかな。てかこれ、樽だったら絶対勝てるんですよね。樽だと、攻めで使えるし、インフェ潰しとかでね。そう。デリバリーだとね、それができないんで、まあ難しいですよね。バレルのタイミングとかもね。うん。なのでまあ、あそこコウモリ切った時に、コウモリ切った時に、インフェ読みら辺の、高めのディガー、インフェに直接当てるんじゃなくて、タワーの上にディガー当てて、インフェのタギを取るっていうのとかはおすすめかな。あとなんだろう。あ、そう、あとは、インフェ突破できそうな時に、雪玉打つことですね。うん。コウモリあるとはいえ、なんか、雪玉で突破しちゃえば爆破はね、入るんで、コウモリに速攻当てたとしてもね、爆破は絶対入るんで、そう、あそこは雪玉打つのが良かったかなっていう感じですね。はい。もうそんぐらいしか言うことがない。この二人うまいんで、うますぎるんで、言うことがないです。はい。まあ、この協力してくれた二人のね、ツイッターリンク概要欄に貼ってありますので、ぜひフォローしてみてください。で、次ね。次また来週なんですけど、第4回が。なんかね、お互いの予定が、合う合わないあるんで、前にね、リプいただいた人の中から選んでたんですけど、それだとね、やっぱ都合合わない人が出てきちゃったりするんで、その週ごとにね、募集します。なので、また、ツイッターでね、募集しますので、これが上がってる頃にね、上がってる頃か、まあ来週のどこかでね、募集するんで、そう、それで二人選ばせてもらって、動画にしようかなっていう感じです。はい。で、ツイッター概要欄に貼ってありますので、僕のもね。
そっから飛んでください。ということで、この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。